戻ります。はい、なんか、なんかちょっと前のミニモで、はい、どうなったとかっていうのはちょっとあれだから、はい、その辺編集するんで、前かけたけど失敗したってのはまずいよね。大丈夫？大丈夫じゃん。言っても大丈夫。え、大丈夫。関係ないよ。多分。これ見てないと思いますし。そうです。多分大丈夫。そんな見てないと思います。はい。やります。ってか俺映ってるか。大丈夫か。はい。こんにちは。札幌占い美容師相馬橋の後藤です。今日もやっていくんですけど、パーマかけたいということで、これは前回かけたんですもんね。そうですね。で、デジタルパーマをかけて、はい、なんですね、あんまりかかってなかったので、彼女が結構希望してるスタイルが、これホットペッパーのカタログのやつなんですけど、なんかこれぐらいのやつをしたいということだったんで、多分結構毛量があって重さでだれちゃう気がして、パーマだと正直ちょっと難しいと思うんですよね。で、コールドでかけたら、そうだな、まあウェットでスタイリングするんであればコールドでも、コールドでかけた方が近いのかもしれないですけど、デジタルパーマの質感で持っていくには結構難しい感じですが、多分そうだな、濡れた状態でセットするしな、乾かしちゃいますか。乾かしちゃってますね。はい。ということで、多分コールドはもうその時点でなしだと思うので、それでもいけるようにデジでちょっとやっていきたいと思いますね。お願いします。はい。なんか考えます。はい。ということで、なんか今全然多分このデジが出てない状態で、ブリッジしてないですよね。してないです。あ、はい。で、ちょっとこの状態に、まあ、そこまで波打つって感じにはならないのはもう想定できるんですけど、まあ、もうちょっとこの辺からかかってる感じにして、前髪はかけなくていいの？前髪ちょっとかけたいです。前髪かけたい。はい。はい、そしたら、どうすかな。じゃあこれも限定動画になっちゃいそうですね。デジコアパーマ、前髪ドライングパーマっていう感じで、うちオリジナルのパーマでちょっとやっていきたいと思いますので、やっていきます。はい、ではやります。はい、でこれが消して、これね、今日で2回目なんで、ちょっと使い方がいまいち分かってないんですよね。そうなんですか。すみません、ちょっと。新しいカメラ。そうなんですよね。あ、違った。違うな。どこだっけ。